皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユースリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、Google ディスカバーのことについて考えてみたいと思います。以前ですね、弊社のブログがですね、Google ディスカバーに、まあ 表示されてですね、まあ、いわゆるディスカバー法って言いますけど、それで非常にですね、アクセスが増えたって、えー、どういうふうになるかってことについてお話をさせていただきましたが、今日はですね、その Google ディスカバーを見る方法がですね、3つあるんですね。その方法について今日はお話ししたいと思うんですが、まあ、いわゆるですね、ニュースと言われているもの、皆さんどんな形でご覧になってますかね。例えば、えー、ちょっと前であればですね、あの、 ニュースサイトをですね、RSS かなんかで、フィード購読するというやり方があったり、あとはメールマガジンなどを取ってですね、ニュースを読むってやり方とか、もしくはその新聞社のページを見に行くとか、いうのがあった中から、だんだんスマートニュースが出てきたり、そして PC 時代からヤフーニュースだったり、 そして LINE ニュースだったりというですね、まあニュース系のアプリを通してですね、そのニュースを読んだりということがある中で、まあ一つの方法としてこの Google Discover っていうのがあるんですね。で、このいわゆる Yahoo ニュースとかスマートニュースとか、まあ g n o g l とかですね、こういったものでも確かにね、情報は得られるんですけど、大体そこに掲載されている情報っていうのはニュースサイトが多くて、いわゆる一般のブロガーが書いているような記事っていうのは、まあ Yahoo ニュースとか、 に、スマートニュースに出ることっていうのはまあほとんどないですね。まあ、ヤフーニュースはまずないですね。 と、えー、いうことなんで、僕はその情報を、えー、見ることができないから、えー、どうやって世の中のですね、いろんな、えー、ブログとかいろんなニュースを、ね、知っていくかということよく聞かれるんですけど、まあ、その一つの方法としては、ハテナブックマークですね、ハテブを使って、そのバズっている投稿から探していくっていう方法が一つあって、これはいわゆるブ,ラあのブログベースのですね、SNS ベースで、えー、流行っているものを探していく方法なんですけど、まあ、これが一つあって、 でもう一つは Yahoo ースの IT っていう記事をですね、まあ全部読むみたいなことをやってるわけなんですけど、今日はですね、その、まあ別のやり方としてこの Google Discover についてお話ししていきたいと思います。ではまずですね、実際どんなものかっていうことで見ていきたいと思います。えー、こちらからご覧ください。どうぞ。 はい。えー、ではですね、えー、と、Google Discover の出し方なんですけど、普通にあの、Google のアプリですね。Google の G って書いてるやつですね。これを押します。で僕はね、あの、嫌いなので、この Discover を表示するのをオフにしてるんですね。こんな感じですね。普通のシンプルな Google にしてるんですけど、この画面のですね、右下にありますその他を押していただいて、そして真ん中にある設定を押していただいて、一番上の全般っていうのを押していきますと、 一番上のところですね、ディスカバー、アプリのホームタブに興味や関心に関連する記事が表されますっていうのがあります。これがね、多分ね、デフォルトセット今オンになってるんじゃないかなと思うんですよね。なのでこれをオンに変えますとですね、はい、オンに変えます。そうしましたら、ホームのところにこんな感じでですね、出るようになるんですね。 これ今、右上のとこ見てもらいますと、僕のね、顔写真が出てますように、Google アカウントでログインした状態になってますと、例えば PC とかスマホとか、で、このログインした状態で見ているウェブサイトだったりとか、検索履歴などから基づいて、Google さんがですね、あなたこんなの興味あるんじゃないのっていうことで出してくるようになってるわけですね。そしたら、ここに出てくる内容っていうのは、いわゆるニュースサイトも出てくれば、 あのそうではないですね。えー、一般の普通のブロー記事。多分これなんかはそうですね。えー、これなんかは多分普通の、えー、ブロー記事だと思いますけど、えー、こんなのが出てきたりするわけですね。まあ、こんな感じになっているということで、えー、結構便利な、えー、Google Discover っていうのがあるんですけど、これが一つですね、まあ。いわゆる一般的な、えー、Google Discover を、まああのー、見る方法なんですけど、実はこれだけじゃないんですということで、えー、お話ししたいのが、えー、今度2個目ですね。 えー Google Chrome ですね。え Chrome ブラウザーを開いていきますと、まあ、例えば何か別のサイトがね、今開いてますと。えここの中の下のとこに、プラスっていうのがありますから、このプラスっていうとこをしたら、まあ、新規タブとして新しいタブが開くわけなんですが、これを押してみますとですね。まあ、Google がね、開く設定になっ、え、初期設定はなってると思います。そしたら、この下のとこにですね、このようにおすすめの記事っていうことで出てくるんですけど、これもやっぱりですね、Google Discover 同じ、えー、仕組みになっていますので、こうやってね、えー、見つけていくこともできるわけですね。で、今、ちょっと2個開きましたけど、他にはですね、この右下の3つの点のとこを押していきますと、新しいタブってなのがありますので、ここに進んでいただくとですね、えー、同様のさっきと同じですね、この Google Discover のページに飛ぶということで、まあ、この2個はね、結構有名なので、このやり方でされている方も多いと思うんですけど、 実はね、もう一個あるんですよね。えー、その三つ目の方を今日はね、お話ししたいと思うんですが、はい、それがですね、これ例えば Google ですけど、ここでちょっと検索してみますね。はい、Google News というサービスがあります。はい、Google ニュースっていうサービスをちょっと今アクセスしてみましたら、はい、こんな感じですね。まあ、Google が、えっと、まあ、世の中のニュースの中で、これは見た方がいいよっていうものをですね、 まあこのように出してきてるんですけど、これはですね、あまり僕好みにサイティングされてるんではなくて、世の中のいろんなニュースっていうのを、まあ、あの客観的に見た形で、こんなのがおすすめですよっていう形で出しているので、割とですね、この、まあ、僕よりにはちょっとなってるかもしれませんが、まあ、いろいろね、いろんな切り口で公表されているという Google ニュースなんですね。 ただこれは僕好みに若干寄ってはいますけど、Yahoo ニュースのように完全に寄ってないものと違うんですね。Yahoo ニュースっていうのは、あのトピックで最初に出てるものっていうのは完全にですね、Yahoo さん決めてますよね。Yahoo 開いた時の最初に出てくるこのトピックっていうものは、これ Yahoo さんが、まあ人がこれ決めてるわけなんで、全員共通のが出てるわけですね。だからこの Yahoo と Google ググっていうのは若干ね、こう出てるものが違うわけなんですけど、あ、こっちか。 はい、違うわけなんですが、このね中で、今度左上のとこにあります、えー、3本のね、えー、線ですね。ここを押していきますとですね、2番目のとこに、おすすめって書いてるやつがあるんですね。でこれを押してみます。はい、そうしましたら、修理さんおはようございますって、次の記事をご覧くださいって出てくるんだけど、ここに出てくる記事っていうのは、はい、これさっきも出ましたね、この Google からピクセル A が出るっていうのが出ましたけど、ここにありますようにですね、その僕が気になっている記事っていうのをおすすめとしてですね、修林さんと出てますように出してきてるっていうものになりますね。なので、こんな感じでですね、えー、見ることができるわけです。で、これ今ですね、あのー、僕はブラウザーベースで見てるんだけど、これアプリがあります。ちょっともう一回戻りましてですね、あ戻りますと、この2番目のところにですね、 Google ニュースってアプリがありますから、このアプリをインストールしていただければ、もちろんこれで見ることもできるわけですね。なので、えー、アプリインストールしてもらっても結構なんですが、まあね、あの、アプリ入れるの嫌だという方はですね、この、えー、この Google ニュースのページを、まあ、ブックマークしといていただければいいんだけど、まあ、だけどこれよりもさらにですね、このさっきのおすすめのページ、このページをね、もう、えー、ブックマークしとく方がいいんじゃないかと思います。 そうすると、このページを、えー、ブックマークしなきゃいけないんで、そうするとですね、これ、Chrome ブラウザだったらダメなんで、えー、しょうがないからね、ねサファリで、ねえー、開きますね。サファリで開きまして、はいえー、ここで、えー、Google Chrome、えー、Google Chrome で開いて、あ、Google ニュースですね。Google News で検索しまして、そして Google News のサイトにアクセスしましたら、 このページのですね、左上の3本線を押しておすすめのページにして、はい、キャンセルね。あ、そうか、これログインしてないけどね。ログインしてた方がいいですね。で、ここのページの中で、ここをですね、ブックマーク、下のね、線を押しまして、ここのとこで、はい、これをホームに追加ですね。ホーム画面に追加っていうのを押していただくと、 こんな感じになります。これニュースになっちゃうので、ちょっとニュースいまいちだから、えー、Google ニュースにしますけど、はい、えー、ちょっとかんローマ字にしないと実数的に入んないかな入るかなちょっとこれでも実数多そうだな。はい、まあ、こんな感じで入れておけば、はい、えー、ホーム画面にこの Google ニュース入りましたね、えー。こういう感じで追加になると。そしたらこれまあ押していただければですね、この自分のこのおすすめの記事に、 なっていると思います。あ、なってないじゃん。あ、ログインしないとならないのか。えー、ログインしないとそこに飛ばないんですね。で、そこにしとくとですね、あ、ここの下からでも行けますけど、えー、ログインしないとダメですね。えー、このような形になるということで、まあ、このような形ができるわけなんだけど、今度はですね、えー、これをですね、まあ、PC でも当然できるわけです。 で今日ね、まあ、本当はねメインでお話し,したかったことっていうのは、この Google Discover っていうのはスマートフォンのサービスだと思ってる方が多いので、PC では見れないとね思ってるわけです。つまり、えー、ちょっと同じようなことやっていますけど、はい、えー、こちらご覧いただきたいと思うんですが、 はい。えー、PC ブラウザーの方で、今これ Google、Chrome で Google を出してますけど、ここの下のところにね、よく見ているものっていうことでブックマークしてこういう風に出てきますが、ここのとこをですね、えー、ディスカバーを出すってことはできないんですね。ここに今なんかカスタマイズとかありますけど、ここの中はね、こういうカスタマイズであって、ディスカバーを出すってことはね、PC ブラウザー上でできないんですね。 でさらにこれ、新規タブっていうことで、まあ、これ今、新規タブ開いてるわけなんで、新規タブ開いたとしても、ここにですね、こういうふうなです、ね、履歴のものしか出せないわけですよ。だからあの、Google の場合では、この、えっと、Google のホームに出すこともできれば、新規タブに出すこともできないわけなんだけど、だけど、Google ニュースはね、PC で見れるわけですね。はいえー、Google ニュースで検索しまして、えー、サイトに行きますと。 はい。そしたら、ここの中で、この左上のとこですね。あ、もう出てますか。えここのとこにあります。おすすめってとこを押していただければ、これがえ僕好みに、あの、最適化されたものなので、こうやって書ちで出てきてますからえ、このページをブックマークしとけば、あのー、PC でもですね、まあ、ディスカバーみたいなものが見ることができるというものなんですね。ということで、以上ちょっとまとめてみましたので、こちらをご覧いただきたいと思うんですけど、 はい、えー Google Discover をスマホに加え、PC ブラウザーで見る方法ということで書きましたが、ま、この、PC ブラウザーで見る方法は、さっきお話ししたように、一番右側の Google ニュースを PC ブラウザーで開いて、そしておすすめにして見るということですね。ただし、その際には、このログインをしておかないとですね、あの、自分のウェブの閲覧履歴とか、検索履歴っていうのが、あの、最適化されていかないので、しておけばですね、 あの、見ることができますから、ぜひこれでチェックしてみてほしいなと思います。まあ、ここね、たまたま僕は今ですね、この Google 検索と、そして Chrome の新規タブと、そしてこの Google ニュースで、このね、Google の、えー Pixel 4A が出るよっていうことに関して、ここに書いてますけどね。同じもの出るようにしてますけど、ま、あの、完全一致ではないんですけど、まあまあね、一致しているものが出てるんじゃないかと思いますので、ま、こんな形ですね、ディスカバーにどういうものが出てるかっていうのをチェックしてみるといいかなというふうに思います。はい。ということですね。今日お伝えした内容っていうのは、その、ま、今までの皆さんがですね、いろんな情報を得ている中で、 その、Google の、えー、検索で得てたものから、えー、そうではなくて、その、例えばニュースサイトだったりとか、ニュースアプリだったりとか、こういうもので得たりとかですね、えー、している中で、えー、どうしてもですね、その情報がですね、ニュースサイトに偏っちゃうので、そうじゃないものを見ようと思うと、やっぱりね、一般のブロガーが書いたようなブログ記事とかっていうのは、なかなかね、えー、見つからなくて、 こういったものはだいたい SNS で流れてきて知るっていうことが多いわけなんだけど、より早く情報を知りたいという方は、この Google Discover っていうのを使うような形にしてみるといいんじゃないかと思いますね。ただまあ、これもね、そうは言っても、あの、自分の Web 検索だったり、閲覧履歴にどんどん最適化されていきますので、このおすすめの記事を見るっていうものと、そうではないトップニュースを見るみたいなものを両方やっておくべきだし、 僕はそれでもまだね、最適化されて、あの、パーソナイズされてですね、偏ってしまうと思ってますので、なるべくそれをやらないで、ヤフーニュースとかの、えー、IT って記事を全部見るようにしてるんですね。 ただ、やっぱりそれをやっちゃうとですね、非常に時間がかかって手間がかかるので、皆さんにはそれをしなさいというふうにお勧めできないので、もしよかったら僕のですね、ブログを見てもらうと新しい情報が入ってくるし、そしてそれぞれの何々に関するニュースまとめっていう記事を作っていますから、そちらをですね、ブックマークしておくと、自分が知りたい、例えば IoT なら IoT とか AI なら AI とか、 キャッシュレスのキャッシュレスみたいなことについて知ることができるので、そのような形で情報を得てもらうのが早いんじゃないかなというふうに思っています。まあ、とにかくですね、今このどうやって新しいニュースとか、旬な話題を見つけるかっていうことがですね、まあ、いろんな方法があるんですけど、まあ、あの、なかなかね、その SNS の盛り上がりっていうものと、その、えー、 ブログで書かれているような、そういうノウハウとかですね、記事っていうのは探すの難しいのですね。そういう意味では、Google Discover は結構使えるんじゃないかと思いますので、ぜひね、やってみてください。インスパイアの句とでした。ありがとうございました。バイバイ。